な小娘とババアにサソリの旦那がやられると、大体弱点丸出しのあの造形は自信過剰なんだよ。とはいえサソリの旦那がやられちまったんじゃここもまずいな。カカシたちが合流されても厄介です。ここは素直に逃がしません。ガイ先生ご苦労ねじ。テンテンリー10秒で倒す。いえ5秒で倒しましょう。結局こういうノリになるのよね。これを倒せるのか。美しい青い野獣ロックリー剣山。さあ行くわよ。オイラの芸術体に教えてやるよ。いざ尋常に目始め。甘いな。見てたこれで終わりですか。この程度の尋常に1本目始め。見てたらそれで終わりですか。この程度なのか。これは走って逃げ切るのは無理だな。オイラの鳥はまだ飛べそうだな、待て。おぞ待った。カカシ無事だったか。無事ってわけではないんだけどね。それに奴を追って万が一仲間がいたりしたらまずい状況だしな。さくらちゃん、ガーラばっかりがこんなんで風影になったばっかりじゃねえか。少し落ち着け。渦巻きナルト。うるせえ。お前ら砂の忍びがガーラの中に化け物なんか入れなきゃこんなことにはならなかったんだ。何か人中力だ。偉そうにそんな言葉作って呼んでんじゃねえ。ナルト、ジオバ様、ジオバ様、その術は何をしようってんだ。この術はジオバ様だけの術。医療忍術。いや、あのチャクラの流れ、おそらくリスクを伴う。それ相応の。くそ、チャクラが足りぬ。俺のチャクラ使ってくれってばよ。わしの手の上にお前の手を重ねろ、くだらぬ年寄りどもが作ったこの
忍びの世界にお前のようなやつが現れてくれて嬉しい。かつてわしのしてきたことは間違いばかりじゃった。しかし最後の最後になって正しいことがやっとできそうじゃ。お前の不思議な力、その力が未来を大きく変えるじゃろう。今までにない木陰になってな。ナルトよ、ババアからのお願いじゃ。お前はガーラの痛みを知ってやることができる唯一の存在じゃ。ガーラもお前の痛みを知っておる。ガーラを助けてやってくれ。みんな、これはお前を助けるためにみんな走ってたんだってばよ。世話かけやがって。まったくだ、心配かけやがる弟じゃんよ。ガーラ、気分はどうだ？急に動かない方がいい。体の硬直がまだ完全には解けてないからな。ありがとうよ、ナルト。それを言うなら俺にじゃなくばあちゃんにだ。ガーラをすごい医療忍術で助けてくれた。今は疲れて寝ちゃったけど、里に帰ったら元気に。違う、医療忍術なんかじゃない。チオバーにしかできない特別な忍術だ。だからチオバー、チオバー様はガーラとお前に未来を託した。忍びらしい立派な最後だ。うん、三代目のじいちゃんと同じだ。ああ、そうだな。ばあちゃんの思い、今ならはっきりわかるってばよ。みんな、千代ばあ様に祈りを。